今回は、99% の人が引っかかるクイズを、15問紹介するぜ。第3弾ってわけね、第2弾も面白かったから、楽しみにしてたのよ。そう言ってもらえると、紹介する側としても嬉しいぜ。少しでも気を抜くと不正解になるから、最後まで集中して、全問正解を目指してくれ。今の私なら、引っかからずに解けるはずよ。それじゃあ早速、1問目の問題に行くぜ。シンキングタイムは10秒だが、わからなかったら一時停止して考えても OK だぜ。バラ、ユリ、キク、花にトゲがあるのは？こんなの簡単じゃない？果たしてどうかな？シンキングタイムスタートだぜ。ストップだ、回答をお願いするぜ。この3つの中で、トゲがある花は1つだけ。それはバラね。バラっていい響きよね。綺麗な女性にはトゲがあるっていうわ。綺麗な女性、つまり私にもトゲがある。かもね。楽しんでいるところ悪いが不正解だぞ。なんでよ。早速引っかかってしまったな。霊夢、問題文をよく読んでみてくれ。問題文。バラ、ユリ、キク、花にトゲがあるのは？だけど、確かにバラにはトゲがある。ただこの問題では、花にトゲがあるのは？と聞かれているんだ。残念ながら、バラの花にはトゲはないんだ。茎にはあるけどな。なるほど、と言いたいけれど、それなら正解は何なの？正解はどれでもないだぜ。この3つの花にはトゲはないからな。そういうことだったのね。悔しいけど、これは綺麗に引っかかっちゃったわ。そうだな、お手本みたいな引っかかり方だったぞ。視聴者のみんなも、これで今回の問題の傾向がわかったと思う。この先の問題も油断せずに頑張ってくれ。2問目の問題だ。A 君は300円を持ってコンビニに行き、100円、30円、70円のお菓子を買ったぜ。この時、A 君がもらったお釣りはいくらでしょう？準備はいいか？シンキングタイムスタートだ。ストップだ、霊夢にわかったかな？もちろんわかったわよ。A 君は、200円の買い物をしているわね。手持ちのお金が300円だから、お釣りは100円。って考えちゃうと間違えちゃうわね。その通りだぜ。それで？霊夢が考えた答えはいくらだ？答えは0円ね。300円持っているなら、そのうちの200円だけ出せばいいからね。その通り、正解は0円だぜ。霊夢が解説してくれたが、300円持っていて200円の買い物をしたなら、100円玉を2枚出せばいいからな、お釣りはないぜ。私ならこの状況、300円持ってたら、安いお菓子とかをギリギリまで買っちゃうわね。うまい棒とか私大好きだし。霊夢らしいぜ、私は少しでも貯金しておきたい派だから、我慢すると思うぜ。3問目の問題はこれだ。200ml の計量カップがある。この計量カップに、1日目は 1ml、2日目は 2ml、3日目は 4ml、4日目は 8ml と、前日の倍だけ水を入れる。この条件で毎日水を入れていくと、8日目には何 ml の水が入っているでしょう？なるほどね。シンキングタイムスタートだぜ。前日の倍数水を入れていくから。ストップだ、回答を頼むぜ。4日目までに入れた水の量を計算すると、1たす2たす4たす8で、合計 15ml ね。このまま8日目まで計算を進めていくと、5日目は 16ml 入れるから合計 31ml、6日目は 32ml 入れるから合計 63ml、7日目は 64ml 入れるから合計 127ml、8日目は 128ml 入れるから合計 255ml、つまり正解は 255ml ね。ブブー、残念不正解だ。あれ、ちゃんと計算していたのにどうして？もしかして、どこかで間違えちゃった？計算は間違えていないが、霊夢は重要なことを忘れているぜ。ん？何かしら？それは、この計量カップは 200ml の計量カップだということだ。あ、そうか、計算では8日目に入っている水は 255ml だけど、計量カップは 200ml までしか水を入れられないから、8日目に水を入れている途中でいっぱいになるわね。そういうことだ、もう答えはわかったな。正解は 200ml だったってわけね。その通り、正解は 200ml だぜ。みんなはこの問題、正解できたかな？もしかしたら、私みたいな間違え方をしちゃった視聴者さんもいるかもね。4問目の問題だ。
霊夢は、1年で31日がある月が、7個あるのは知っているか？え、そうなの？初耳かも。まあ、改めて考えると、これは調べないと知らない知識かもな。31日まである月は、1月、3月、5月、7月、8月、10月、12月だぜ。勉強になったけど、問題は結局何なの？みんなに考えてほしいのは、31日ある月が7個あるならば、28日ある月はいくつあるだろうか、ということだ。え？ 28 日といえば、それじゃあ行くぞ、シンキングタイムスタートだぜ。28日ある月なんて。ストップだ、回答をお願いするぜ。28日ある月といえば、やっぱり2月ね。うるう年なら1日増えて29日になるけど、そうじゃなければ2月は28日で終わりじゃない？つまり正解は1個ね。本当にそれでいいか？もちろん。ってちょっと待って。28日ある月。危ない、不正解になるところだったわ。ギリギリ気づいたようだな。解説付きで回答してくれ。一見、2月だけで1個って考えてしまいそうだけど、問われているのは28日ある月であって、28日で終わる月ではないわ。どの月も28日までは必ずあるから、答えは12個になるんじゃない？その通り、危なかったな。正解は12個だ。解説も霊夢がしてくれた通りだぜ。2月を意識しすぎると、間違えてしまうぞ。正解できてよかったわ。なんだか命拾いした気分ね。5問目の問題は花束について考えてもらうぜ。花束？2束と3束の花束がある。合わせると何束になるでしょう？簡単そうだけど。引っ掛けクイズだもんね。ふふふ、シンキングタイムスタートだぜ。2束と3束を合わせるイメージ。ストップだ、霊夢にわかったかな？一瞬引っかかりそうになったけど、これは正解できそうよ。お、それなら回答と解説をお願いするぜ。単純に数字だけ見て、2束と3束を合わせると5束？って答えちゃうと不正解になっちゃうわね。2束と3束、合計5束が並んでいるのをイメージしてみて、どれだけたくさんの束があっても、合わせたら大きな1束になるってイメージできない？つまり答えは1束だと思うわ。正解だ、答えは1束だぜ。やった、2束と3束を合わせてを、算数的に計算してしまったら引っかかる問題だったわね。その通り、頭の中で束を合わせるイメージが大切だったぜ。6問目の問題だ。一番たくさんの都道府県と接しているのはどこだろうか？都道府県の問題か、どこにどの県があるとかあまり覚えていないのよね。日本地図をイメージして考えてくれ。シンキングタイムスタートだ。一番接している県だから。ストップだ。それでは霊夢、答えをどうぞ。北海道と沖縄は選択肢からまず消えるわね。四国も違うかな。あ、中央ら辺の県が怪しそうじゃない？何地方だっけ？中部地方とか近畿地方だな。そうそう、それそれ。この二つの地方の中で、一番隣接数が多そうな県は、長野県とか岐阜県とかかしら。二択まで来たけど。こうなったら噛んでいくわよ。正解は岐阜県ね。残念、不正解だぜ。やっぱり当てずっぽうじゃ正解はできないか。今回の問題、残念ながら正解は都道府県じゃないぜ。なんですって？問題文は、一番たくさんの都道府県と接しているのはどこだろうか？だからな、どこの都道府県か？とは聞かれていないから、答えは都道府県とは限らないぜ。納得はできるけど、それなら答えはどこなの？どの都道府県でもないなら、考えられる答えは一つだ。この問題の答えは、海だったんだぜ。あ、そういうことか。海なら内陸県以外の県と接しているわね。そういうことだ。ちなみに海と接している県は39県もあるぜ。そんなにあるんだ。内陸県って、思ったよりレアな県なのかも。7問目の問題だ。あなたは3匹の猿と一緒に部屋にいる。1匹はバナナを、1匹は棒を持っていて、1匹は何も持っていない。ならば、この部屋で最も賢い霊長類は？バナナと棒、そしてもう1匹は何も持ってないか。シンキングタイムスタートだぜ。最も賢い霊長類。ストップだ、答えはわかったか？わかった。かも？確
信はないみたいだが、何か思い浮かんだみたいだな。何を考えたんだ？持ち物を持っている猿と、持っていない猿に焦点が行きがちだけど、聞かれているのは最も賢い霊長類じゃない？そうだな、最も賢い霊長類を聞いているぜ。3匹はどれも猿だし、答えは猿って答えちゃう人もいるかもしれないけど、この部屋には猿と一緒にあなたもいるのよね。お、いいところに気づいたな。あなたってつまり私のことだし、答えはまんじゅう？おお、なるほど、そうきたか。考え方としてはそれで正解だぜ。正解はあなたである人間だ。まんじゅうは霊長類じゃないんだが。まあ今回は特別に正解ということでいいだろう。私たちは特別なまんじゅうだからね、霊長類にも属しているのよ。それは初めて聞いたんだぜ。確かに視聴者のみんなからしたら、あなたは人間ね。そうだぜ、視聴者のみんなは人間だからな。まさか、いやいや俺は猿以下だから、なんて考えている人はいないよな。いやいや、さすがにそんな人はいないでしょ。まさかね。後半戦に入るぞ、8問目だ。エベレスト登頂に成功した登山家たちは、その後、必ずする共通のことがあるという。それは一体何だろうか？登頂したってことは、頂上で何かするのかしら？シンキングタイムスタートだ。ストップだ、答えは何だ？みんなでする共通のことだから、やっぱり写真撮影でしょ。登ったのがエベレストだもんね。登頂成功した記念に、写真撮影をするはずだわ。確かに、エベレストの登頂に成功したなら写真撮影したいところだが、残念ながら今回の答えは写真撮影ではないぜ。写真撮影が違うとなると、高3ね、答えは何なの？回答と解説に移るぜ。今回、登山家たちはエベレストに登ったが、エベレスト以外でも共通のことをするだろうな。するというよりはしなければならないが正しいぜ。しなければならないこと？あ、どうやら答えがわかったようだな。正解は下山だぜ。どの山でも、登った後は絶対に下山をしなければならないからな。写真撮影は確かにするかもしれないが、みんなが絶対にするとは限らないしな。考えてみれば確かにそうかも、登った直後に何をするかを考えてしまったわね。9問目の問題だぜ。二人の姉妹が小屋の大掃除をした。大掃除が終わると、顔が汚れていた姉は顔を洗わず、汚れていない妹だけが顔を洗ったんだが、一体なぜだろうか？シンキングタイムスタートだぜ。普通なら、姉の方が顔を洗うはずよね。ストップだぜ、霊夢にわかったかな？顔が汚れている姉が洗わずに、妹の方が洗うから。あ、一つ質問があるんだけどいい？いいぜ、なんだ？妹は姉と話をしたりしたの？話をしたかはわからない、だが顔を合わせたのは間違いないぜ。顔は合わせたのか。あ、もしかして、わかったか？妹は、姉の汚れている顔を見て、顔を洗ったんじゃない？なるほど、どうしてだ？ほら、姉の顔が汚れているなら、自分の顔も汚れているんじゃないか？って考えると思うわ。だけど、姉は自分の顔が汚れていることに気づいていなかったから、顔を洗わなかったのよ。その通り、正解だぜ。解説も霊夢がしてくれた通りだぜ。よっしゃ、でも姉の顔が汚れているなら、妹が教えてあげればよかったのにね。確かにそうだな、でも部屋に鏡があれば、いずれ姉は自分の顔が汚れているのに気づくと思うぜ。あっという間に10問目の問題まで来たぜ。もう10問目か、時間が早く感じるわね。3人の太った男性が、普通の傘を差して、街灯を追い急ぎで歩いていた。不思議なことに、この3人の男性は、傘から体がはみ出しているのに、全然雨に濡れなかったんだ。一体なぜだろうか？傘から体がはみ出しているなら、普通は雨に濡れるはずよね。シンキングタイムスタートだ。ストップだぜ、答えをどうぞ。雨は小雨で偶然濡れなかったとか？残念、違うぜ。降参するわ、回答と解説をお願い。わかったぜ、回答と解説に移るぞ。この問題を解くポイントは、傘から体がはみ出しているのに濡れないというところだ。少しでも雨が降っているなら絶対に濡れるはずだぜ。それならこう考えられないか？雨は本当に降っていたのか、ってな。ということはつまり、そう、答えは雨が降っていなかったからだぜ。体が傘からはみ出していても、雨が降っていなければ濡れないぜ。
問題文にも、雨が降っているとは一言もないしな。そういうことか、それは頭に浮かんでこなかったわね。みんなは雨が降っていなかったと気づけたかな？普通なら、傘を差していると、雨が降っているって思うはずね。ふふふ、言葉の落とし穴ってやつだぜ。11問目の問題だ。A と B が結婚して生まれる子供は、A 型か B 型か AB 型で生まれ。A と C が結婚して生まれる子供は、A 型か B 型か O 型で生まれる。ならば、B と C が結婚した時に生まれる子供は、何型でしょう？血液型の問題ね。問題文をよく見て考えてくれ。シンキングタイムスタートだぜ。問題文をよく見てって言っていたわね。ストップだぜ、霊夢にわかったかな？最初は、親である A、B、C の血液型は何かなって考えていたんだけど、マリサが問題文をよく見てって言っていたから、もう一度問題文を見てみたわ。そしたら、あることに気づいたの。お？何に気づいたんだ？ A と B、A と C で結婚しているじゃない？もし仮に、A を女性として考えてみると、B は男性になるわね。女性と男性で子供は生まれるからそうなるな。それで A は女性だから、C は男性になるじゃない？でも問題は B と C の場合よ。B と C はどちらも男性だから、現在の技術だと男性同士で子供は生まれないじゃない？もしかして、血液型は何？って聞かれているけど、正解は、子供は生まれないじゃないかと思ったわ。よく見抜いたな、正解は子供は生まれないだぜ。解説も霊夢がしてくれた通りだ。最初はみんな、A、B、C の血液型を考えるだろうが、性別を仮定して考えた時におかしいことに気づく。そこまでたどり着ければ、血液型を考えずとも正解できた問題だったぜ。男性同士で子供は生まれないって前提で、この問題は答えられるが、未来では、男性同士でも子供ができる技術と、それを認める法律ができているかもな。そうね、女性同士もありえるかも。最近は、同性婚問題もいろいろな国で触れられているしね。12問目の問題だ。深夜0時、道路20本の街灯が並んで光っている。しかし、使っている電球が不良品で、2時間に1つの割合で電球が切れてしまうぜ。そして3時間に1度、見回りが現れて、1つだけ電球を取り替えていくんだ。みんなに考えてほしいのは、12時間後には何本の街灯が点灯しているのかということだぜ。シンキングタイムスタートだ。ストップだ。答えはわかったかな？2時間後とか3時間後とかでいちいち考えていくと面倒ね。12時間後に点灯している数を知りたいから、切れる電球と取り替える電球の数をまとめて計算すると、2時間に1つの割合で電球が切れるから、12÷2 で6本電球が切れる。そして3時間に1つだけ電球を取り替えるから、12÷3 で4本電球が取り替えられるわね。つまり、10-6+4 で、12時間後には8本の電球がついていることになるわ。正解は8本よ。残念、不正解だ。霊夢は計算して考えてくれたが、実はこの問題、計算する必要はなかったんだぜ。計算する必要がないですって？そうだ、視聴者のみんなはもちろん気づけたよな。計算を始める前に、現在の時刻を見てみるとすぐわかるぞ。現在の時刻、深夜0時だけど。深夜0時？その12時間後は午後の12時じゃない？街灯の電気は消えているわ。その通り、つまり正解は0本だぜ。計算に集中していて、12時間後の街灯のイメージができていなかったわね。13問目の問題だぜ。ある日、A 君は好きな子に告白したいと思っていたぜ。お、A 君頑張って。しかし、告白をするため家を出ようとしたその瞬間、郵便屋さんからある手紙が送られてきたんだ。手紙？そうだ、手紙の内容はこれだぜ。差出人不明のこの手紙には、告白する A 君に必要なものが書かれていたんだ。A 君に必要なものは何か、手紙を読んで考えてくれ。シンキングタイムスタートだ。あて、切る、いて、くじか。ストップだ。さあ、A 君に必要なものは何だ？わかったわ、答えは愛ね。手紙に手前以外の文字は消してってあるでしょ？ 4 つの言葉、当て、切る、いて、くじの中の手の前以外の文字を消してみれば。ほら、あといだけが残るわ。ここから考えられるのは愛しかないわ。愛を持って告白すれば、きっと気持ちは伝わるはずよ。頑張って、A 君。残念、不正解だぜ。嘘？
本当だ、今回も霊夢はお手本のような引っかかり方をしてくれたぜ。となると、A 君に必要なものは何なの？気になるわ、解説をお願い。焦らなくても、ちゃんと解説していくから落ち着いてくれ。多くの人が、この問題の答えは愛と思いながらも、この一文で少し迷ったんじゃないか？これはあくまで引っ掛け問題、気をつけてー、だ。まあ確かに気にはなったけど、特に重要だったのはここだ。気をつけて？ああ、気づいたようだな、気をつけてー、とはつまり、気をつけてということだったんだ。残った二文字に気をつけると？答えは気合だったってことね。その通りだぜ。悔しいけど、気合は告白には必要なものだから、納得しちゃったわね。そうだな、相手があまり自分を好きじゃないとしても、気合と愛が伝われば変わるかもしれないぜ。気合と愛と、他には何が必要かしら？いろいろあると思うが、告白したことがある人に、コメント欄で教えてもらおうぜ。14問目の問題はついに登場、サムネイル問題だぜ。やっと来たわね。幼稚園、小学生、大人の中で、一番大きいのは何だ？シンキングタイムスタートだ。あ、これはわかったわよ。ストップだ、どうやらわかったみたいだな。回答と解説を頼むぜ。任せてちょうだい。一番大きいと言われて、大人に決まってるじゃん。って人もいるんじゃないかしら。でも答えは大人じゃなくて幼稚園ね。正解だ、解説も頼む。解説と言っても、もうみんな気づいたんじゃない？小学生と大人は人間だけど、幼稚園は建物よ。幼稚園生なら正解は大人になるけどね。その通り、クイズ好きの人には簡単な問題だったかな？どうかしらね、10秒で考えていた人の中には、間違ってしまった人もいるかもよ。最終問題、15問目だぜ。最後は正解して終わらせるわよ。ある日の夜、指輪が盗まれた。犯人は逮捕したが、指輪を持っていなかったぜ。犯人は、田んぼで逆立ちすればわかると言っていた。指輪は一体どこにあるのかを考えてくれ。田んぼで逆立ち？ヒントは、夜の田んぼで逆立ちしているところをイメージしてみてくれ。シンキングタイムスタートだぜ。夜の田んぼで逆立ちか。ストップだ、答えはなんだ？ヒントをもらっても、いまいちピンとこないんだけど。なるほど、特別にもう一つヒントだ、キーワードは漢字だぜ。キーワードは、漢字と夜の田んぼで逆立ち。あ、わかったわよ。回答と解説をお願いするぜ。夜の田んぼで逆立ちしてみると、田んぼと月が見えるじゃない？そこまで行けばもう答えはわかったも同然ね。逆立ちしているから、視界の上には田んぼ、下には月が見えるわ。上には田、下には月、つまり、いって漢字になるわね。指輪は犯人の胃の中にあるわ。正解だぜ、霊夢の解説通り、指輪は犯人の胃の中だぜ。それにしても指輪を飲んじゃうなんて、逃げられないと思っての行動だったのかしら。指輪が見つからなければ証拠がないから、逮捕されないと思ったのかもな。これで全15問が終了したんだぜ。あっという間だったわね。私は8問正解できたわ。半分正解できたみたい。よかったじゃないか霊夢。だがもっと IQ を伸ばすために、今後もたくさんのクイズを紹介していくぞ。もちろん、かかってきなさい。このチャンネルでは、今回みたいなクイズの動画を、定期的に投稿しているぜ。よかったら、他の動画にも挑戦してみてね。ご視聴ありがとうございました。